ご協力と成果報告会を開催させていただきます。はじめに、マクロプロジェクト3年間の研究成果について、千葉大学予防医学センターの近藤孝之教授からお話しいただきます。ご協力をお願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、千葉大学予防医学センターの近藤孝之教授です。今日はですね、松戸市とともに3年半ほど前になりますが、これから高齢者が増えていくというのは、実は田舎ではなくて都市部ですね、都市のような。そういった都市部でどうやって介護予防を進めるのか、それのモデルとなるようなものをぜひ一緒に作りたいということで、大林市長とも、協定を結ばせていただいて、取り組んでまいりました。その都市型介護予防モデル、私たちはマットプロジェクトと呼んでましたが、その3年間でどんなことをして、どのぐらいの成果があったのか、その評価の結果が発表してまいりましたので、今日はご紹介させていただきます。まず、マットプロジェクト、これが3年前、2016年11月にですね、今後こういうことをやりたいんだって説明するために作ったシェーマーです。この赤い点点点で囲った部分をですね、力を入れてやりましょうということです。その真ん中にはですね、ボランティアの方、元気な高齢者の方、そこにちょっと体力を落ちたような方たち、そういう人たちをですね、千葉大学の側から見ると、いろいろお手伝いさせていただいて、その人たちが社会参加、あるいは役割を持って生き生きと生活をできるような、そんな少し部分をですね、お手伝いさせていただく。これ実際にやるのは、その人たちに他の地域ではこうやってやってますよとか、こんなやり方いかがですかとか、そういうことを私たちが知ることをお伝えすると同時に、教科の対象ですけども、全国のやりっぱなしのことが多くてですね、実際前と後でどれぐらい変わったのかって、教科があんまりやられてないことが多いんですね。で、それをですね、必ずいい結果が出るという保証はないんだけれども、効果がないんだとしたらやり方見直すんですね。ですから、教科をやる前と、中高、後でしっかりして、それでこういう効果がこういう人たちに現れてますよ。だからここはもっと頑張りましょう。もし効果が乏しければ、やり方を見直しましょう。そんな評価をしっかりやりませんかということで、やってみましょうということで、2020年3月まで、とりあえず3年あまりですね、やってみましょうということで、スタート。で、どんなことを心がけたかっていうのが、下の特徴っていうところに、丸が6つほど並んでますが、ちょっと時間の関係で全ては説明しませんが、特に力を入れたのが赤い線を引いたところ、松戸市の都市的な地域、江戸川分かれば東京の都市、もう50万近く、元東京に勤めたというような、お仕事をされた方がいっぱいいる地域。で、そういう地域が実はこれから高齢者の方が増えていく。で、いわゆる農村的な、もう昔から顔なじみの人たちが多い地域では、地域づくりをやりましょうっていうのが結構事例報告があるんですが、仕事行ってる間はあまり地域に出入りしてなかったからよくわかんないよ。そういう方が実はすごく欲しいのは多くて、そういう地域で果たして地域づくりなんてできるのか。そんな疑問、声があったわけです。で、それをですね、あえて、今後必要なんだからやってみよう、試行錯誤してみようって取り組んだのが、このマップです。で、やみくもにやろうとしたわけではなくて、都市部には、そういう、言うならば不利な側面あるかもしれないけれども、逆にこの都市だからこそ得られる、その資源といったり、特徴といったりしますけれども、例えば、男性の社会参加とか、女性に比べると欲しいんですが、そういう男性の方もですね、実は長年、プロとして仕事をしてたんですよね。で、だとしたら、そういう専門性の高い技術を使ってもらうのを作れないかとか、あ
あるいは大きな組織を動かした経験がある人たちは、どうならばマネージャーとして、関わっていただけないかとか、あるいはボランティアの NPO 組織を作ってらっしゃるようなところが、市民には結構いらっしゃるので、NPO の方たちにもご協力いただけないか。さらに、企業とか事業所も、これは農村に行くとあまりないわけですけれども、企業いっぱいあるわけです。そういった人に人から脱いでもらって、みんなが社会参加しやすい組織を作れないか。そんなことを構想して動き出した。で、従来型の、人口5万人ぐらいの発表報告なんですけども、そういうところでは上半分の行政と、みんなが参加する、もっと言うと元気応援クラブ。全国的にはサロンとか、リピート100体タイプのグループとか、そういうのが多いんですけども、そこを運営するボランティアの人たちで大体やってるんですが、松戸市の場合には、松戸プロジェクトの場合には、下の赤く囲った部分ですね。この部分をこう作り出して、社会参加しやすい松戸市を作れないかということを構想しました。で、その下半分のプロジェクト応援団というのは、直接、通いの場を運営するわけではないんだけれども、プロボノとして、これは専門スキルを持ったボランティアっていうんですけども、あるいはその企業とか事業者とか NPO とか専門職団体とか、私たちも含めて大学とか、その都市部にしかないような資源を上手に使って、みんなが動きやすい環境づくりを作り出せないか、こんなことを考えたわけです。で、例えばボランティアの考えていますと、ここでは5種類書きましたけど、いろんな種類のボランティアの方がいらっしゃる。で、ちょっとお手伝いだったらいいですよっていう方もいれば、みんなの前でインストラクターとしてやりますっていうような人もいれば、その拠点を運営するようなボランティアの方もいらっしゃいます。で、これは全国で展開されてるんですが、都市型ということで、2種類特にですね、こういうことでお手伝いいただけませんかとお願いしました。一つが、先ほど言ったプロボノ。で、これは、例えば、元デザインをやっていた専門職、あるいは元メディアで働いてて、記事を書いてたなっていう方が、そもそも結構いらっしゃるんですよね。で、そういう方には、例えばお茶組のボランティアやってくださいとは頼みませんと。で、その代わりに、このチラシをデザイン手伝ってくださいとか、あるいは、自分たちの活動を記事にして、で、それを、ミニコミ誌とかいろんなところに書いてください。そんな形で手伝ってほしいってお願いをしました。で、これは、それでもう何十年も仕事してきた人たちなんですから、これはもう素人の仕事じゃないんですよね。もうプロ並みの仕事ができちゃうんですよね。で、そういうことを通じて、自分が蓄積してきた、技術、専門性、そういうものを発揮してもらおうというのがプロボノです。で、これについては後ほど佐賀さんの方より詳しくご説明いただきます。からもう一つがですね、本社機能型とか、読んでましたけども、大きな組織を動かした経験がある方であればですね、当たり前なんですけれども、そういう経験がない人にとっては、ちょっと、そういう考え方あんまりしたことないですね、なんていう考え方がいくつかあってですね。例えば、松戸市内で言えば、通いの場、厚生省が目指した数字でいくと、500箇所ぐらい作らないといけないんですね。で、500の支店がある、本社でお仕事されてた方であれば、500の支店があったら全部うまくいくなんてことはありえないというのが常識なんです。うまくいくところ、ほっといていいところが100。もうこのままだと潰れそうなところが100。で、だとしたらどこを支援すべきかっていうのは、こうやって分析して、で、そういうところにはこういう資源が足りないんだってことを分析して、そういう支援をするんだ。そんな、本社がやってるような間接支援。そこで力を発揮していただけませんか。そんなことをですね、ご提案したわけです。で、実際にですね、これがその本社機能、間接支援のボランティア、そういうことをやるんだったら、自分の経験ある、あるいはない方もいたかもしれませんが、やってもいいですよって手を挙げてくださった、名乗り出てくださった方が、市民パートナーという名前と、
あと事業者で自分たちの専門技術とかサービスを提供してもいいですよっていう方たちにも手を挙げていただいて、その人たちは事業所パートナーということでですね、年々、少しずつ増えて、きました。で、その人たちに名刺をお渡ししてですね、一種営業をしていただいてですね、それでいろんなところと関わり作っていただいて支援をしていただきました。で、これについては後ほど北谷さんの方からどんな活動をしてきたのかというのをやはり詳しくご紹介いただきますけれども、いろんな企画運営からですね、広報活動までいろんなことをお手伝いいただいたわけです。で、これが、その一枚だけご紹介ですけれども、その、通いの場を運営する人たちには、悩みがある。で、それを集めて交流することで、どういう支援が欲しいかということを明らかにしようというので、交流会を企画していただいたり、地元にあるいろんな、協力してもいいという事業者を掘り起こして、活動拠点を増やそうっていうので、広府ですね、政協の方に働きかけてですね、広府未来と一緒になって、食育環境体験プログラムなんていう新しいプログラムを作り出したりしてくれました。こんな例を後ほどまたご紹介いただきます。で、次は事業者の例ですけれども、事業者についてもですね、実にいろんな事業者が、松戸市内にはあるわけです。で、商工会所とかですね、そういうところにも、お願いに伺ったりですね、いろんなことをすることで、いろんな、資源をご提供いただけるようになりました。例えば、100人規模で集まる場所が足りないっていうので、社員が扱うスペースをですね、ご提供いただいたところもありました。それから、専門職団体として、千葉県の理学療法士協会とか作業療法士協会の方たちがお手伝いしてもいいですよって声をかけてくださったりですね。いろんなところがご協力いただきました。で、例を2、3挙げますと、これは、一般社団法人、チーム両フォーラムというところ、そういう事業者団体ですけれども、そこがですね、メディカルウォーキングっていうのをやってました。代表の秋山先生、実はドクターでして、統括クリニック病院の副院長ですけども、その秋山先生がですね、歩くのも正しい歩き方があるというようなことを教えてくださる。で、いつも元気のクラブで、例えば体操をやってるんだけれども、いつも同じ企画だけだと飽きちゃう。なんか、たまには違うことやりたいっていうところがあったら、声をかけてください。そしたら、出前でですね、赤木先生、ご自身で言ったこともある。そこで、普段とはちょっと違う視点で、新しいメニューを提供することで、元気応援クラブが活動しやすいように応援する。こんな取り組みもあった。あとは、NPO 法人、松戸 NPO 協議会も、やはりご協力いただいた事業者の一例で、通いの場運営者向けにですね、こういう悩みがあったら、こんな解決の仕方がありますよ。そんなことをですね、交流と、講演で勉強ですね。そんな機会を作ってくださって、で、パートナーさんたちがやったやつもあってですね、実際に私が聞いた例で言うと、高齢者の介護予防に取り組んでいる団体だけじゃない。松戸市内にあるのは。例えば、子供たちを支援したいという子供食堂を運営している方たち。で、その人たちだって実はいろいろ悩みがあって、実は地域で活動を進めるっていう意味では似てるんじゃないの？共通の悩みがあるんじゃないの？っていうので、その方たちにも来ていただくようになって、そこで新しい出会いが生まれて、で、そこでじゃあ一緒にやろうかっていう話が生まれたりする。そんな形でいろんな波及効果がですね、生まれてきたというふうに思います。で、今のようなことをやってみたいんだっていう説明会をやったのが2017年の2月。説明会、左端でした。で、そこから春になって、今のようなことを材料に、松戸市内でどんな課題があって、どんなことをやりたいのか、みんなで話し合いませんかというので、3回ワークショップという話し合いの場を持ちました。で、この部屋でもやりましたし、他の場所でもやりました。で、その中で、面白そうだ、手伝ってもいいよっていう方を募ってですね、それで、いろいろ準備をして進めてもらいます。
で、黄緑のところにありますけども、5月30日にプログの説明会1回目をやって、専門スキルを持ったボランティアを募ってですね、その人たちに活動していただくプログのチャレンジというのをやりました。それから協力事業者を公募をかけてですね、で、その人たちに向けた説明会とかですね、いろいろやりました。で、評価については、その春のワークショップに来た方にもご協力いただいたり、まあ、この3年間毎年秋にですね、郵送調査をやらせていただいて、どれぐらいの方が社会参加するようになったのかを、モニタリングさせていただきました。で、これが2018年、翌年ですけれども、まあ同じようにですね、報告会、シンポジウムで、報告会しながらですね、パートナーさんたちがいよいよ動き出して、パートナーさんたちが主催して交流会やってくださったりですね、メールとかのリスト作ろうとかですね、ホームページ立ち上げようとかいろんなことをやってくださいました。あとは、真ん中辺の事業者を対象にしたいろんな取り組みとかですね、あと、大学は大学で、まあ、いろんな、評価活動等をやったわけです。で、さらに2019年にはですね、同じように、パートナーさんたちも、ますますいろんな活動をやってくださるようになり、元気応援クラブは着実に増え、コロナのチャレンジを毎年繰り返し、調査はやると。で、あとは後ほどご紹介しますけども、グリスロ実証試験というのもですね、これも行ったりしました。このグリスロのというのはグリーンスローモビリティの略してグリスロなんですけども、これは国土交通省及び環境省のモデル事業です。で、松戸市内の15地区についてですね、私たちは地域診断というのをしてですね、最も社会参加が少ないエリアを見つけました。で、そこが、底上げが必要なところだろうというので、実際にそこに赴いてですね、今日もご参加いただきますと、そのとの出会いがあってですね、まあ、そういうところで、頑張ってる方たちがいる。でも、地域にちょっと上り坂、傾斜が結構きつくて、買い物をするのに歩いて20分ぐらいかかって、ちょっと出るのが億劫になってきちゃったっていう方が多い地域があるっていうのを伺ってですね、で、ちょうど、モデル事業で、国土交通省が、ゴルフ場にあるような、電動カートですね。あれを貸し出してくれるっていうのを見つけて、それをマッチングしてですね。それで、運転手のボランティアが必要なんですけども、30人ぐらいボランティアやってるような人を集めていただいてですね。で、1ヶ月間、そういうものを持ち込んで、果たしてその地域の社会参加が増えるんだろうか。いうようなことも検証させていただきました。で、これ結果1枚だけ持ってきたんですけども、左がその導入前の、まあ、数十人の方に、GPS っていう、まあ、ちっちゃいやつを持ち歩いてもらうとですね、その人が1週間でどれぐらいの生活範囲で暮らしてるかっていうことがわかるんですね。それで、右側がその電動カートを入れた後、それが果たして変わったかっていうのを調べたものなんですけども、その、自宅周辺の傾斜がきついエリアに暮らしている方においては、まあ、そういうちょっとした足、まあ、バスが入れないような住宅地の中を移動を助けてくれるような電動カートを入れたら、行動範囲がですね、1.5 倍に広がっていた。まあ、いろんなところに行きやすくなった。まあ、こんなことが、まあ、見えてきたりしています。で、まあ、これいくつか例挙げましたけども、一つは、通いの場を増やそうっていうので、元気応援クラブを増やそう。で、それ以外に、まあ、下に赤い枠で書いたような、今ご説明したような、いろんなことを組み合わせて、社会参加することはいいことなんだ。で、さらに、それを何とかしようと頑張ってる人たちを応援する仕組みを作り、市の広報でも年に1回特集号を組んでいただいたりしてですね、まあ、いろんなことをやらせていただきました。まあ、その結果ですね、まあ、いろんなメディアも取り上げていただいて、今日もですね、ズームにはメディア系の方がつないでいただいて、この成功国会を予測した記事にしてくれたかもしれない、まあ、いうような状況です。で、私たちが考えたのは、こういうことをやれば、社会参加する人が増えるはずだ。だから社会参加する人を増やしたいと言ってやったわけです。で、これを地域レベルで、何パーセントの人が社会参加しているかということを年に1回調査させていただきました。
からもう一つ右端、社会参加してる人としてない人、比べると、社会参加してる人の方が健康を保ちやすい。ここで、今まであちこちで調べられてるんですけども、松戸市ではまだ調べたことがなかったので、果たして松戸市で、社会参加してる人としてない人、あるいは元気応援クラブに来てる人と来てない人、果たして違うのか、ということを追跡調査させていただいて、その介護予防効果を確認いたしました。で、これが元気応援クラブの数ですけども、2016年度末には22だったんですけれども、そこから順調に増えてですね、2019年度末には67人で、まあ、およそ3倍ぐらい、介護場が増えました。これが今までなかった地域の人にとっては、出かける先、社会参加する場所が、自宅からこう歩いていけるような範囲にできたという人が、まあ、ざっと1000人ぐらいはいらっしゃるわけです。それから、地域レベルで社会参加する人が果たして増えたんだろうかということです。で、これは、2016年と18年のデータで比べたものです。で、横にですね、左端に松戸市の15地区の名前が書いてあります。で、上は左から前期高齢者、後期高齢者、65から74歳の方、75歳以上の方、そしてその次が全体の高齢者全体ですね。で、右端は年齢調整といって、もし年齢構成が全地区が同じだとしたらこれぐらいの数字ですねといって、年齢を揃えて計算する方法です。で、色が塗ってありますけども、下にあるように色が一番濃い緑。これは2年間で社会参加している高齢者が 5% 以上伸びた地域です。で、色が薄くなるほど薄くなくって、逆に赤い方はですね、2年間で社会参加する人が減っちゃったっていう地域です。で、これは要介護認定を受けてない人たち、松戸市全体でいうと8000人ぐらいに郵送調査、調査票をお送りしてですね、で、答えていただいて返してもらう。まあ、そんな方法で、その地域に暮らしている人が100人いるとしたら、そのうちの何人が社会参加してますと丸を打ったか、いうことを見たものです。で、社会参加の種類が表の上に書いてあります。ボランティア、スポーツの会、趣味の会、学習教養系サークル、あとは介護予防、健康づくりの活動、まあ、そういうものにどれぐらいの頻度で参加してますか、お尋ねをして、参加してないというところから、年数回、月1、2回、毎週行ってるよっていう形で丸を打っていただいたものです。まあ、それで、その地区に住んでる人、100人のうち何人が、このいずれかに社会参加してるっていうところに丸を打ったかっていうので計算したらどうです。で、見ていただくと、全体として緑も多いんですよね。ですから、松戸全域で社会参加する人が増えたということがわかります。で、横軸を見ると、どの地域で特に増えたということがわかります。で、縦軸で見ると、どの年齢層で、どのグループに行く人が増えたかということがわかります。で、私たちがやろうとしたのは、この介護予防、健康づくりのために皆さんもっと出ませんかということを働きかけたわけです。そうしますと、この青い四角で囲ったところ、これが、介護予防、健康づくりの活動に参加してるよ。丸を折った人の伸び率を意味するわけですが、ご覧の通り、他の種類に比べてもですね、ここで、参加するようになったよと答えた人の伸び率が大きくて、まあ、多くの地域で 5% 以上の人が、増えたんですね。前に比べて 5% 参加する人が増えたということが確認できました。で、松戸市全体で計算してみました。で、年齢階層別にこう積み上げていって計算すると、左端に書いてありますが、松戸市全体で社会参加してると答えた方が 5.3% 増えていました。で、これを人数で言うと万人ぐらいかなって言って計算すると、まあ、1万人弱に相当する方がですね、この2年間で新たに参加するようになったと答えたという、まあ、こういう事実が確認できたわけです。で、この1万人が増えるってどれぐらいのインパクトがあることかというのを全国91の市区町村、19万人のデータで、分析したものに当てはめて見てみますと、
高齢者1万人弱、5% の人が増えたってことは、この左の、この散布図って言うんですけど、点点点打ったところで言うと、横軸の一目盛り分 5% 増えたってことなんですね。それで、これ横軸が月1回以上参加してると答えた高齢者の割合で、縦軸が介護保険の要支援、要介護認定です。これは全国平均今 20% 弱なんですけども、これ多い市町村と少ない市町村を比べると、11% ぐらいから 25% ぐらいまで、実は市町村格差が2倍以上あるんです。で、どういう町で認定率が低いかって分析してみると、社会参加する高齢者が多い町、右側にある町ほど認定受けてる人が少ないっていう関係が出てくる。でまあ、こういうものがいっぱい出てきたので、社会参加を促すことは、認定率が低い街づくりになるのではないか。まあ、言い方変えれば、保険料を安い街に作れるんじゃないか。まあ、そんなことが見えてきたので、社会参加やりませんかって働きかけたわけです。で、この 5%、一目盛り分右に行ったっていうことは、もしこれが当てはまるとするとですね、およそ要介護認定率が 20% ぐらいが平均なんですけども、1% ポイント、低くなるという数字なんですね。で、これをですね、まあ、それぐらいの結構インパクトのある、効果、変化が見られたよということになります。で、ただ今まで紹介してきた数字は松戸市内の前後の変化だったね、二時点。でも、松戸で増えたって、全国でも増えてるかもしれないじゃないかって見方できますよね。それで、他の町と比べてみました。で、私たちは3年に1回全国の自治体と一緒に調査してまして、これが2019年の秋から冬にかけて、全国の64の市町村と一緒になって調査をしました。で、同じ方法で、同じ項目を同じ方法で集計してですね、出したものです。で、その64に比べてみますと、松戸市というのは、社会参加月1回以上してる人の中では、この64市町村の中では第9位、半分以上の人が参加してました。少ないところと多いところに比べると、実は日本社会の中にも 2.7 倍の差があるんですね。で、もう一つがですね、今度はお仕事してる人も社会参加だ、みなして出した数字です。で、そうすると、松戸で言うと 68% ですから、7割ぐらいの高齢者の方が社会参加してるということになります。で、これも日本国内で比べると2倍のですね、1.5 倍ぐらいの差があるということがわかりました。で、この64市町村の中には、都会から田舎まである。それで、似たような大都市、18の町の中で、伸び率が大きい町から上位5つ引っ張り出したのがこのグラフです。で、そうすると、松戸市はなんと伸び率がトップでした。で、そうなると、社会全体の自然増もあったと思いますが、それを上回る他の町よりも、より大きい伸びをですね、松戸市は示したということも確認できました。で、その内訳を見てみるとですね、この右端がお仕事してますよって方ですけども、この3年間で仕事をしている方が、前期高齢者で特に伸びが大きくって、3% から 4% の方が、お仕事している割合として増えているんですね。で、その世代では、この左にあるボランティア、趣味などなどの絵の社会参加の伸び率は、まあ 1% とか、場合によってはマイナス減っちゃってるという年代もありました。で、それに対して後期高齢者、75歳以上ではですね、お仕事してる人、右端もちょっと増えたりしてますが、でも左端見てもらうとですね、丸打ったように、なんと社会参加してる人たちが、特に後期高齢者で伸びが大きくって、80歳から84歳の男性で1割、女性は85歳以上で 13% も社会参加する人が増えている、
後期高齢者で特に伸び率が大きいんだっていうようなことが見えてまいりました。まあ、ここまで簡単にまとめますと、地域レベルで集計して、社会参加する人の割合が増えたのか、ということについては、期待通り、5% ぐらいは増えている。で、それが年代によって特に伸びてたのが、後期高齢者である、女性であるということが分かりました。じゃあ、で、しかも、全国と同じように伸びてるんではなくて、松戸市は他の18市町村に比べてもですね、特別伸び率が大きかった。で、これが全て私たちの試みた松戸プロジェクトの成果とは言いませんが、まあ、そういう試みをしたことが、こういうところに一部反映してるのではないかなと考えるようになりました。じゃあ、社会参加してる人。マスドにおいても本当に業界の認定受けにくいのっていう点で。個人レベルで誰が参加してる人、してない人っていうのを調べさせていただいて、これは1年間でまとめたものですけれども、右端が現教員クラブに参加してた人たち195人。その次の真ん中の1755人は、まあ、スポーツの会、趣味の会、いずれかに参加してる人たち。で、左端がですね、どこにも参加してないと答えた人たちです。で、その人たちの、業界の認定率で見るとですね、ちょっとこれ時間がかかってしまうっていう限界がありますので、これは、今後3年間に業界の認定を受ける確率がどれぐらいですかっていうのを計算する、点数を作ったんですね。で、例えば食事や買い物を自分でできるとか、電車バスで外出するとか、まあ、そういうことが5つお尋ねして、1つでもできないって答えました。まあ、これは、そういう人たち追跡すると、認定を受けやすい、あるいは認知症になりやすいってことが分かってるんですけども、そういう悪化してしまう確率が、この3つのグループで違うかっていうのを見たわけです。で、そうするとご覧の通り、社会参加してる人たちで、25% ぐらい悪化を抑えられる。でさらに、現教員クラブでは 75% もそのリスクを抑えられているということが、松戸市民を追跡させていただいて、裏付けを作ることができました。でこれ 75% って大きすぎるんじゃないかと私は思ったんですけども、いろいろ見ていったら、現教員クラブに行ってる人は、実は後期高齢者が多いんです。前期高齢者はやや少ないんです。で、前期高齢者も高齢者だと見るとですね、そんなに、うんとは下がらないんですけども、後期高齢者になるほど、今は、機能が落ちやすい。で、その人たちが現教員クラブに行くことで保てている。まあ、そんな関係があるということが、分かってまいりました。で、これをですね、費用で言うとどれぐらいなんだろうっていうんで計算してみました。で、これは他の町で11年間のデータを、使わせていただいて調べたところ、社会参加全くしてない人に比べて、趣味の会やスポーツの会に参加している人で、介護給付が安く抑えられてましたっていう結果が出たものなんですけども、松戸市民で先ほど言った約1万人新たに社会参加したっていうことが分かりましたので、これを掛け合わせるとですね、11年間でですけども、松戸市全体で22億から61億円ぐらい、介護給付費を抑えることにつながる社会参加の増加が起きたということが計算で得られました。で、これ結構大きな数字だということで、加藤厚生労働大臣のところにですね、報告に行ってまいりました。で、その様子もですね、市の広報松戸の特集後に組んでいただいて、今ご紹介したような数字も交えてですね、この間、松戸市民が頑張って、社会参加しやすい松戸づくりに取り組まれてですね、実際にそれの効果がですね、現れ出しているのではないかと、そんなお話を、載せていただきました。まあ、以上、お話したことを文字でまとめるとこのようになります。地区ごとの評価をしてみるとですね、まあ、ざっと 5%、1万人弱の方がですね、社会参加を増やしていました。で、個人を追跡してみると、やはり松戸市民でも社会参加してない人の方が、機能が落ちやすい。社会参加してる人で、機能が落ちにくい。で、これを計算するとですね、まあ、これがずっと続けば、
認定率でいうと約 1% ポイント。介護費用でいうと、まあ、年にすると、ざっと2億円から5億円ぐらいですね、給付費の抑制に成功したのではないかということです。まあ、以上、マストプロジェクトの効果だけとは言いませんが、まあ、少なくともそれに取り組んだこの3年間の間に、社会参加する人が増えたこと、その効果、数字はですね、決して小さくないということ、まあ、そのようなことが分かったということになります。でこのことを、まあ、市長にもご報告してですね、こういうことであれば、もう数年間やってみようかというふうに言っていただいて、いい結果出なかったらもう、今年の春でおしまいだって話もあったんですけども、まあ、こういうことであればもう少し継続してみる価値がありそうだということで、さらに数年間、一緒に取り組ませていただくことになりました。今日も関わった方がいっぱいお越しです。あるいはつながっていらっしゃると思います。この間のご協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。続きましては、昨年度の、プロボノの取り組みについて、特定非営利活動法人サービスグラントの代表の田中様からご説明いただきます。田中様、よろしくお願いします。こんにちは、サービスグラントの佐賀です。これから15分ほどいただきまして、プロボノについてのですね、ご報告をさせていただきたいと思います。タイトルがどうしても2019年の今2020年の半ばなんですけれどもですね、一応昨年度のご報告ということで2019というタイトルで、作らせていただいております。で先ほど近藤先生のお話の中にもプロボノのご説明がございました。まあ、いろんなこう身近な地域のボランティアとかですね、そういうものがある中で、都市型の一つの特徴としてこのスキルや経験を生かしたボランティアというのがあるのではないかということで、その部分の発信でございます。でプロボノという言葉はですね、まだまだ耳なじみがない言葉であったないかなというふうに思いますけれども、これはまあ、どういう意味を持っているかというと、まあ、下にありますように公共税のためにということにラテン語に由来する社会的公共的な目的のために仕事で培った経験やスキルを生かすボランティア活動という意味を持っているというものです。元をたどるとラテン語だそうでプロモノプブリというのが語源だそうです。で先ほどの近藤先生も、まあ、プロという話をされてましたけれども、このプロモノプロは、まあ、いわゆるプロ野球のプロという感じがあってですね、まあ英語で言うと、なんとかのためにというですね、ような意味でだそうです。でも、ボノっていうのは、このグッドという意味だそうで、ボンジュールとかね、フランス語でボンジュールってこんにちはって言ったりするんですけども、そういうグッドというプロボノ、なので、良いことのために、皆さんの経験やスキルを生かしていきましょう。まあ、こういうような意味を持つ言葉です。で、特に、この説も話がありましたけど、松戸にはたくさんその企業がある、それから企業にお勤めだった方がいらっしゃる。中にはですね、松戸市内に在住でいらっしゃりながらも、まあ、その松戸都民というんでしょうかね、その都市部の方にお勤めではいらっしゃったけど、なかなか地域に関わったことがないという方も多数いらっしゃったのではないかと。そういった方たちは、たくさんいろんな経験やノウハウや技術やスキルや専門知識やいったことをお持ちでいらっしゃるんですけれども、これをぜひ、その地域づくりの方に生かす、そのまさにプロモーションしていただく、良いことのために生かしていただくということでですね、呼びかけをしているというのがこのプロモーションというものでございます。今このプロモーションというのは幅広い職種ですとか、また年代にこの考え方というのは広がってきていまして、だいぶですね、一昔前に比べると、プロモーションというのが、新聞とかですね、雑誌とかそういうところにも登場するような言葉になってまいりました。このプロボノの特徴というのがですね、こちらの図で一つ表せるかなと思うんですけれども、地域の団体さん、例えば先ほど名前が出てます、元気応援クラブさんですね、そういったところは日々活動していらっしゃいます。地域で居場所を作ったり、そこで交流ですね、をやったり、体操をやったりとかですね、いろんなその活動をしていらっしゃいます。で、その日々の活動をしていらっしゃる団体さんは、日々、場を開いてですね、その場で人を集めて、何か活動すれば、それだけで団体が運営できるかというと、実はですね、どの団体にも必ずついてくるのが、この下のこの黄色い部分ですね、運営基盤と呼んでますけれども、これどういうことかと言いますと、
例えば、元気応援クラブさんですと、毎月、あるいは毎年、松戸市さんの方に活動状況をご報告するといったような、そういう、こう、事務作業が発生するんですね。それから、例えば団体さんによっては、ボランティアさんを募集すると、あるいは参加者を募集すると、そのためには、うまくこうチラシを作ったりとか、ホームページを作ったりとか、いろんな形でこう広報活動をしていかないといけないわけですね。また、中にはですね、スタッフとか、まあ、ボランティアの人がですね、いると。でも、ボランティアさんも、それぞれご自分の、プライベートな、ご予定があったりしますから、何曜日は来れるんだけど、何曜日は来れないんですよとかね、今週は来れるけど、来週の旅行行っちゃうから行きませんとか、いろんなそういうところの調整事が発生します。なので、ボランティアからのシフト管理みたいなのもですね、実は団体さん の一つ運営業務としては発生するんですけれども、こういうのはですね、仮にボランティアさんが30人とかいる団体、これ、とてもいいことなんですけど、ボランティアさん集まるのはいいんですけど、そういうシフトの調整とかですね、書類を作るとかですね、広報カットをやるっていうのは、30人みんながやってくれるかというとそうではないんですけど、どちらかというとその団体の運営者っていうのは、2人で1人かもしれません。1人でも全部そういう細かい事務仕事とかをやってらっしゃることもあるわけです。でそういったところを、まあ、お得意な方はですね、もう本当にもう1人で何役もできちゃうような方もいらっしゃるかもしれませんけども、必ずしも皆さん、事務が、ね、得意かどうかとか、インターネットでの発信が得意かどうかとか、結構いろんなところのですね、得意分野があるといいんですが、ない方、どうしていくかというところが出てきます。そこをですね、でも、普段会社でお勤めだったり、いろんな企業で経験を持ってらっしゃる方は、いやいや、それは結構エクセルでね、こう資料を作るのは割と得意ですよとか、インターネットで情報発信するのは得意ですよとか、チラシだったら結構うまく作れます。ですよっていう方がいらっしゃると思うので、そういったところをうまくつなぎ合わせをしますと、団体さんのこの黄色い部分を、お手伝いすることができます。でここが安定してきますと、日々の活動もですね、参加者が広がったり、ボランティアさんが広がったり、いった形で活動を活性化していくというところにつながるのではないかなというふうに思っています。まあ、分析はですね、でそういった形で団体さんが助かるというのは一つあるんですけれども、一方で、松戸にお住まいの方は、なかなか地域に関わったことがなかったという方もですね、あこういう関わり方だったら、あるんだと、こういうふうなことで喜んでもらえるんだということを経験すること、感じていただくことでですね、自分の居場所とかやりがい、生きがい、こういったことを見つけることになるんじゃないかなというふうに思います。さて、でですね、プロモについては、実はこの、今年で4年目、ですね、もうすっかりこれ、3年以上この活動で取り組んできているということなんですけれども、初めの2年間は、プロボノチャレンジという名前でやっておりまして、これはですね、毎年こうスケジュールが決まっていて、何月までに団体さんの締め切りがありますよ、で何月までにプロボノの方の締め切りがありますよ、で何月から何月までにプロジェクトとしてですね、行っていきますよというような形で、年間のスケジュールがある形でやってきてたんですね。でこれだとですね、今、団体さんとしてお願いしたことはっていう団体さんには使い勝手がいいんですけど、秋口になってしまうとですね、一応もう募集が終わってますみたいな話になってですね、まあちょっとその辺で、もうちょっとなんか団体さんが困った時にもう少しこう頼みやすい、いつでも頼めるような仕組みがないのかというところを中澤さんからですね、ご注文をいただきまして、これはやはりもうちょっと地域の方に使っていただきやすいものを考えなければいけないんじゃないかというところも、ありまして、2019年から新しく、ちょっとやり方をガラッと変えまして、随時団体の方が、その参加者を募集できますよ。そしてその参加者の方も、いつでもその団体さんの応募ができるという、その、まあ時間、やっぱり縛られない形のですね、運営を始めたというのが、このプロボノ活動の2019からの新しい取り組みでした。で、参加者は、今まではこちらで4、5人でチームを組むというやり方をしてたんですが、それが、ではなくて、もう個人で応募できるという形になったということが一つ大きな点です。それからもう一つ、右側にありますが、期間としては大体2ヶ月間、2ヶ月間程度目安に団体さんと関わってみましょうというような形で、少しこうコンパクトに、小規模ですけども、いつでも参加できるという形で、柔軟に参加できるというような取り組みをスタートしました。でその際にですね、この、新しく、これサブスカントの方で、ブランドという新しいプラットフォームを作りまして、これをですね、この松戸プロジェクトで初めて利用を開始させていただく
というようなことになります。ですので、まさにこの社会参加の新しいプラットフォームとして、この活動プロジェクトから立ち上げていけないかなということで、チャレンジをいたしました。で、実際の流れということでいうと、その団体さんから手を挙げていただくというところと、それから参加者登録をしていただくというところから、マッチング両方が面談をするということですね。そこから実際にプロジェクトが始まって、プロジェクトが終わっていくというような流れをとっております。で、プロジェクトをいくつかご紹介いたします。こちらはハーブガーデンから踏み出そうという、自宅のお庭をですね、使って、元気応援クラブをやってらっしゃる団体さんなんですけれども、こちらがその、毎年とか毎月単位で作っているこの報告書の作成事務ですね、これが非常にこう煩雑であるというところで、そういかにこう効率化できるかというところでですね、Excel とかをうまく活用しながら、非常にこう短時間で、実績を報告できるような仕組みを作ったというところで、こちらに、ちょうど定年前後のですね、男性の方がこのプロジェクトにご参考いただきまして、非常にこう Excel を使ったこの情報処理が効果的にできる方でしたので、本当にもう見事にですね、なんかデータをちょっと打ち込むと、それが最初に集計まで出てくるというようなですね、形のプログラムを作っていただきました。それから、ここながら、高校支援ですね、高齢者支援連絡会さんでは、高齢者相談協力員という、こういったボランティアの方の募集をしていきたいということで、そのチラシを作っていきたいというニーズがありました。で、こちらにご参加をされた、方がですね、応援したのがこのチラシになります。これも男性の方ですけれども、現役の企業でお勤めの方で、やはりこう、チラシって、ね、たくさん盛り込めば盛り込むほど分かりにくくなりますので、分かりやすく魅力的なところを前面に出す形で、チラシを作るというようなことで、こちらがされました。それから、こちらがチーム医療フォーラムですね、医療プロモというのが一つキーワードに取り組まれていらっしゃいますけれども、この医療プロモというものが、松戸市内にどんどん広がっていってほしいと、松戸市内でいろいろな取り組みをされている、その地域の団体さんに取り入れてもらいたいというところなんですけれども、そこをどういうふうにしたら広めていけるかといったようなことで、地域の団体さんに対するニーズ調査、アンケート調査などを行っていた、ヒアリング調査なんかを行っていたということが分かりました。それから、常盤平晴の日サロンですね、こちらはそのこのサロンを使って、いろんなこう講座とかですね、講演とか、そういったことをこうやっていって、どんどんこの場所をですね、うまく使って、高齢者の人気に楽しんでいただける場を作っていきたいというような、ニーズがありました。そこでその実際にレコードを活用してですね、その高齢者の方たちに楽しんでいただくというようなプログラムを実験的にやりまして、その来場者の方のアンケートを取りながら、このプログラムを続けていくかといったような取り組んだというものでございます。そしてこちら、松戸笑い洋楽クラブ、Facebook を使ってもっと若い人たちも関わってほしいということで、Facebook の、立ち上げ、それからその運用ですね、こういった部分を応援したというようなものがあります。これは出来上がった Facebook のケースだということですね。ということで、ちょっと駆け足になりましたけれども、いろいろな Excel を使った情報の整理ですとか、Facebook を使った情報の発信ですとか、チラシの作成ですとか、そういったところで、団体さんのお困りごとに、それぞれの経験スキルを生かして、関わるというのが、このプロボンの取り組みになっています。で、今後に向けてというところでですね、まとめに入りますけれども、このプロボン活動、今年度ですね、もう今動き始めております。実際もしご参加いただきたい、してみたいという方は、本当に気軽にご参加いただくことができますし、また今日もし団体の運営者の方もですね、いらっしゃっているようでしたら、団体として、例えば、こういう何か講座をやってくれる人がいないかとかですね、こういう部分で手伝ってくれる人がいないかというようなニーズがありましたら、ぜひ、私どもの方にお問い合わせをいただければと思います。少しご相談しながら、ぜひこの、募集ですね、支援の募集につなげていければというふうに思います。で、その随時募集とか応募ができるということで、必要な時にプロボノができる、プロボノを募集できるというような環境が一つできたということがあります。それから幅広い人材が募集できると、今まで私どもがやっていたプロボノ以上にかなり幅広い人材募集ができるということがだんだん分かってきました。このグラントを使った他の地域では、
なんか美味しいお茶の入れ方を教えてくれる人っていうのを募集したら、地元のお茶屋さんが手を挙げたみたいなことがあったりしまして、結構ですね、思いもしなかったようなプロフォノのつながりというのがどうもできてきているなというのが、ありますので、こういう人見つかるかなと思って募集してみると、意外と見つかったりするかもしれないと。100% 募集するわけじゃないですけど、その可能性はあるというようなところでございます。それから募集件数に上限がない家族の団体が募集できると、これも非常に大きなところで、私たちの事務局で、毎年プロモードチャレンジみたいな、去年までやってた伝えていくと、どうしても去年、2018年までやってた伝えていくと、その件数の上限みたいなのがどうしても出ちゃうんですけれども、このプラットフォームができましたので、かなりの、件数、あまりその、そこに、制約がなくですね、進めていける仕組みになってきているのかなというふうに思っておりまして、ぜひ、多くの団体さんに、これを活用していただけたらと思います。コーディネートが比較的良いというところがあります。そうしますと、この地元の中間支援組織の皆様とご一緒にやっていける部分があるなと思っていまして、今後も実は、マスト NPO 協議会さんとご一緒に、地域団体の、開拓といいますか、連携といったところでご一緒いただくことになりました。ですので、どうしてもいつまでもサービスグラントが運営しているというよりは、地元の団体さんや、場合によっては生活支援コーディネーターの方とか、街づくりをやってらっしゃる方が、そのつなぎ役となってですね、このプロボノのコーディネートしていけるようになると、松戸の地元にもっと根付いていくんじゃないかなというふうに思っておりまして、そんな形で松戸でプロボノが根付いていって、ね、日常的に本当に文化として、ね、困ったことがあったらプロボノを募集すればいいよという形になっていくことを目指して、一つの、昨年度は一歩踏み出したのかなというふうに思っております。今年はその新しく始まったプロボノ松戸の2年目になりますので、昨年の実績をもとに、もう少しこう活的なところでですね、広がりを持つような展開ができればというふうに思っておりますので、まずは最後ご参加お待ちしていますということで、まずプロボノとして参加希望の皆様は、ページにあるところからクリックしていただいて参加登録というのができます。地域団体の皆様は、こちらからも登録もできますし、ちょっといきなり登録が難しいことであれば遠慮なく私の方に問い合わせいただければと思います。ということで、以上、非常に駆け足になりましたけれども、プロボノについてのご説明でした。ありがとうございました。続きまして、松戸プロジェクトを応援してくれているボランティアであるチームパートナーの取り組みについて、北谷様からお話しいただきます。北谷様、よろしくお願いいたします。